チームユナイテッド千葉、そこを縫って豊田が裏から、ボールを持って豊田1点返した。最後田コーチへの感謝の気持ちを今日は勝利で示したい、そしてきっと見守ってくれているに違いない。左足の長いボールだ、キム・ユナ、エリアだ、左足だ、セカンドボール、左足このダイレクトで打とうとした発想も良かったと思いますけど、ここでワンタッチに遅へんセンターも。40分には途中出場の国吉、その直後杉山からのパスに国吉、2点を追いかけるヴァンフォーレ甲府、池畑が送るシュート、やった、これは入ったか、永田がもう一度パスを戻す、2回のチャンスになる、クロスボールが入ってきました、ファーへ、ちょっと気をつけなきゃいけないところだったんですけどね、はい、その最初のチャンスを戻りしましたね、これも、ね、これも決定的だ、早坂オフサイドはない、そうですね、ただ今日の三ツ谷競技場、さらに19分徐々にペースを握る鳥栖に押し込まれると、今度は裏のスペースを突かれ、これで2失点目。なかなか攻撃の形を作れない富山は31分、ワーストチャンスからゲームを動かします。左サイドの磯崎から前線を送ります。さあスイッチして国吉から右サイドへ、さあいきなりチャンスを迎える、シュートにいったー、落ち着いてましたよね、これちょっと横浜市のディフェンスラ、岡本でしょうか、誰が入れてくるか、ファーへのボール、これもいいボールだ、ヘディング、